皆さんこんにちは。このコーナーは広報うるまからうるま市のイベントや暮らしの情報などをお届けするラジオ広報うるま市役所だよりです。新型コロナワクチン接種が始まります。うるま市の65歳以上の高齢者を対象としたワクチン接種が始まります。ワクチン接種は指定医療機関での個別接種とうるま市が行う集団接種のどちらかで受けることができ、接種を受ける場合事前予約が必要となります。うるま市では感染時の重症化リスクが高い75歳以上の高齢者の皆様が優先的にワクチン接種の予約ができるよう優先予約期間を設定します。接種券がお手元に届きましたら予約をお願いいたします。接種予約開始時には電話が混み合うなどの混乱が予想されます。短期間で全ての方への接種受付が困難なことから、このような段階的な対応となります。ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。75歳以上の方は接種券発送時期は4月下旬、優先予約期間は5月6日から5月17日を予定しております。65歳以上の方の接種券発送時期は5月下旬、予約期間は5月27日からとなっています。医療機関でのワクチン接種は5月17日から開始する予定です。予約期間に希望するうるま指定医療機関へお電話で予約ください。かかりつけ医がうるま市外の医療機関の場合は直接医療機関へお問い合わせください。うるま市でのコロナワクチン集団接種は6月2日から開始する予定です。接種会場は健康福祉センターうるびん、石川保健相談センター、与那城地区公民館、葛連地区公民館です。予約期間にインターネットか新型コロナワクチン接種コールセンターで予約ください。予約の際は接種券に記載された接種券番号と生年月日が必要です。インターネットで簡単予約することもできます。うるま市公式ホームページから予約専用サイトにてご予約いただけます。24時間いつでも受付可能。コールセンターで予約する場合は新型コロナワクチン接種コールセンターにお電話ください。番号は 098-923-7140 923-7140。 電話受付は朝9時から夕方5時まで、平日の対応となっています。今後のワクチン接種のお問い合わせは新型コロナワクチン接種推進室コールセンター 098-923-7140 098-923-7140 までお問い合わせください。経済センサス活動調査が始まります。経済センサス活動調査とは、5年に一度行われる日本国内の全事業所を対象とした基幹統計調査です。6月1日を調査期日として、従業者数や売上金額などを調査します。5月中旬から市内の全事業所・企業を対象とした経済センサス活動調査が始まります。調査員が調査票を配布してまいりますので、お手元に調査票が届きましたらご回答をお願いいたします。この調査で得られた結果は GDP 統計作成の基礎資料など、社会経済の発展を支える基礎資料として
広く活用されますので、ご回答をよろしくお願いいたします。調査員による調査票の回収はいたしません。回答はインターネットか郵送で行ってください。お問い合わせは企画政策課統計係、電話973-5005 まで。詳しくは広報うるま5月号18ページをご覧ください。車両の購買を実施します。基幹入札による車両等の購買、購買の手続きや購買財産の詳細については、購買広報誌や公式ホームページなどをご覧になりご参加ください。入札期間は5月20日木曜日から21日金曜日午前9時から午後4時まで。入札場所はうるま市役所本庁舎東棟1階納税課窓口。下見会は5月20日木曜日午前9時から午後1時。改札日時は5月26日水曜日午前10時。申し込みお問い合わせは納税課電話973-1099 まで。詳しくは広報うるま5月号16ページをご覧ください。以上、ラジオ広報うるま市役所だよりをお届けしました。この後も引き続きゆいまーるラジオ FM うるまの放送をお楽しみください。